お疲れちゃんです。サラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのトリプルエリクサー大会、まあグローバル大会ですね。はい、こちらを、現在今20勝ね、無敗なんですけど、ここからね、なんと負けるまでやっていきたいなと思います。というわけで、やっていきます。で、残りね、期間がまた1日ということで、結構やんなきゃいけない状況で、もう上がね、もう38勝かな？そう、38とかいってるので、まあ、頑張りたいなっていう、目標はね、一桁順位をね、取りたいですね、と。まあ、言い訳でやっていくんですけど、今回僕めっちゃ調子良くて、この OWL アカ、これ僕なんですけど、今ね、32にいて、あと、多分28勝の2敗でね、僕のこのアカもいて、結構ね、今回、上位を狙えそうなね、感じですごい調子いいので、頑張りたいなと思います。で、デッキなんですけど、まあ、トリプルエリクサー、常にエリクサー3倍というわけで、まあ16級が強いんですけど、だんだんとまたね、こう5日間ね、グロ隊あったんですけど、期間がこう日が経つにつれてちょっと環境も変わりつつあり、この僕の中での最強のキョスケスケラがね、ちょっと勝てなくなってきたというか、もうスケラへの対策デッキは多いんですよね。でキョスケに対してのメタとかもなんかいて、キョスケに対してのメタでキョスケプラスマジアチャみたいな、端前の巨大スケルトンをこう巨大スケルトンで止めて、その間にマジアチャで射抜くみたいな、まあ 2V 的な戦術をされることがあるというか、結構増えたりしてて、いろいろデッキ悩むんですけど、まあ、このクローンのライトニング型、そう、クローンのライトニング型と、あとこれですね、先ほど言った射抜くやつと、まあ枯渇と、まあこのフリーズ型、まあ、この4つ今日使ってやっていこうかなと思います。まあ、そんなわけで、いや、とりあえず、で、僕まだこのね、射抜くやつと、射抜くやつこれ使ったことないんですよ。今他の3つは全部枯渇とスケラとラバ、まあ、ラバもやったんですけど、今日ラバお休みなんですけど、クローンとってやってきたんですけど、一旦射抜くやつをちょっとやっていこうかなと思います。さあ、マッチング早いな。さあ、ナオッピーさんよろしく。オッピー。さあ、いや、同じようなデッキ説ありますね。間違いなく。あ、なんか違うな。さあ、これは、キョスキプラススケラー打って、ここでキョスキが多分来たらマジアチャで射抜くみたいな感じなんですね、このデッキ。よしよし。いや、これ。いや、こういうデッキなんですね。で、しかも、攻めトルネードで全部ね。いや、これ。なんかもう、せっこいデッキじゃないですか。いやでも本当にもうこれをするだけのデッキですね、これは。で、これはまあ一応ボーポイしとこうかな。確実に行きましょうか。っていうような戦い方で削るデッキが今ね、結構増えてるというか、なんかまあ強いんですよね、単純に。だって、端前キョスケをキョスケで止めたら射抜かれる、なんかもう、お前どうしろってなっちゃうじゃないですか。さあ、射抜くのが下手でしたね。まあでも、このトルネを使って強制的にね、射抜けるのも、まあこのデッキの強さではありますよね。オーケーオーケー。いや、ここまで削ったの結構でかいっすよね。で、あとは、まあ、キョスケの爆弾で何体か行ってくれるのと、よしよし。いや、ここでだって止めて、まあ、スケラーね、打ってからマジアチャでもいい気もしますよね。さあ、ここでマジアチャで射抜くだけ。横のタルババがちょっと邪魔しますけど、よいしょ。いや、つえーマジで。なんか環境変わりましてね、こんなデッキなかったし、あとはザッピーがね、いるんですけど、ザッピーはね、ゴレ対策ですね。なんか、ゴレのライトニングデッキよくいるんですけど、ザッピーがいないと、なんかゴレプラスのライトニングで施設とかアイスウィズが突破されて、こう、まあ、ゴレ自体のが突破される。ゴレ自体が止まんないみたいな。なんかそういうところがあって、ワンチャンマジアチ抜くんじゃね？ああ、届かないな。そう、まあそういうところで、なんかね、キョスケザッピーがすごい流行ってて、ラバとかもライトニングとかだったんですけど、ザッピーが止まんなくて、意外と今、苦しい状況って感じですね。でもライトニングとかないと遅延も突破できないのでっていうので、意外とね、最強だったラバとか、普通のスケラデッキになんか変化がね、起きてきてます。よいしょ。ザッピーマジアチ強えな。で、キョスケの爆破で行かれるでしょう。で、僕としてはね、ぶっちゃけも勝ったのは多分ほぼ確定なので、まあ、キングを狙っていきたいですよねっていう。さあ、これを強制的に斜めにして、射抜いてダメージを稼ぐ。いや、強いなぁ。もう作業ですね。まあ、残り10秒、これ、ちょっと狙いたいですね、キング。キングというか、クラウンス。
さあクラウンだけでも欲しいが、まあまあそういうわけでね、さあグッドゲームと。いやーでけえ、相手は普通のキョスケスキャラかな、キョスケのジーンスキャラ、そう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 。よし、これでまあ21勝か。25の無敗とかいけたらすごい熱いんですけど、昨日ね焼き鳥が30勝無敗ぐらいいってたんですよ。やばくないですか。で、うわラットさんちょっとクラウン少ないし勝利数もザクいですねとか言ってて、あの僕その時なんぼだったかな、僕その時全然高くなくて、多分まあ本当に僕23の0とかだったんですけど、別のアカウントね。そしたらその後焼き鳥4連敗してました。30勝4の範囲になってた。日本人にスナイプされたって言ってわめいてましたけど、はい、オツって感じで。そういうこともあるんでね。さあとりあえず今回手はスケラですね。お、これはキョスケのバカで全部いかれそうですね。しかもフリーズを、フリーズというかファイボでしたね。ファイボ対あのこの方はさすがにね、こっちの方が勝てるんじゃないと思うんですけど、あファイボポイズンだ、あそれは分かんない。ファイブポイズンちょっと嫌っすよね、なんか。なんか嫌っすよね。まあ、キョスケの爆破で、あ、生きんのかな、あの子。さあさあさあ。さあ、ファイブポイズンちょっとなんか嫌っすね、こう。あと、なんか、なんか知らんけど、このずっと高めのね、ボムタワーも意外と嫌ですね。まあ、早めに巨大スケルトンを溶かされる戦法ですね。さあ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 。まあまあ、橋前キョスケは徹底ですね。橋前キョスケ徹底して、まああとはしっかり後ろを押さえて、みたいなね。ここワンチャン突破できそうだな。ワンチャンフリーズを打ってもいい。よしよし、打って、相手ファイブポイズンなので、今回タルババとかがないんですよね。僕の相手さん。まあ、なので、そう考えたら、このスケラフリーズ死毒というか、あの相手が攻めポイズンを使ってくれてるのがちょっと救いですね。攻めポイズン使ってなかったら僕のあのスケラは通んないというかなんですけど、攻めポイズン使ってるのでフリーズ、スケラフリーズするだけお得意みたいな。これちょっと勝ちましょうか。ここを勝てるとキョスケが残りますね。ダイビズで頑張って、まあ、ポイズン使ってるんでスケラ打ってフリーズするだけですね。速攻フリーズしてあげて、でベビーも入ると、いやーいいですね、非常に。でベビーが入って、あこの子僕は無駄ですね、あの相手ファイブオートポイズだったんで、左側になんで置かなかったんだっていう、僕としてもなんでっていう。さあさあボムタワーが高めに来る。さあ最強キョスケを盾にしつつ、でこれまあ適当になんか行っちゃっていい気もしますけどね、なんかフリーズするだけみたいな。僕はで棒ポイされるとまあ攻めが通んないですね。まあでこうなればまあ僕の小屋も残るしファイボーも使ってる。さあ残り10秒なので、これ右守りたいですね。まあ、細工捨ててあのタワー稼ぐっていう戦術もあるんですけども、いやこれなんなら4秒じゃ間に合わねえか。さあというわけで、まあ、グッドゲームというわけですね。まあこれはね前にも動画で紹介したんですけど、また安牌なね、はい、まあ一応全てに勝てる可能性はあるんですけど、橋前マジアチェがちょっとしんどいのと、ゴレも意外とね、負けたりとか、ラバーも、まあ、すべてに勝てる可能性があるんですけど、まあ、すべてに負ける可能性もあるというようなデッキでございます。まあ、ちょっと様子見つつね。で、枯渇も強いんですよ。なんか、こういうファイボポイズンのデッキがよくいるんですよ、今回。まあ、なので、まあ、それに対して普通に強かったり、ラバーとかにも高回転でこう、絶対でついてこれないので、まあ、ダメージが刺さるっていうところでは、枯渇も強いんですけど、大変。うん。まあ、この後ちょっと枯渇使うと思います。一回クローン行きますね。で、このクローンは、まあ、何がきついって言われると思います。ラバーがきついですね。ハンターとホバしかなくて、ラバーってもう確定ぐらいで今、ライトニングとかトルネファイブなんですよ。で、それをされるだけで、終わっちまうんですよね。はい。なので、まあ、ラバーは引きたくないけど、正直枯渇とかもきつけりゃ、全てがきついんですけど、いや、これも結局さっきと同じで、なんか全てに勝てる可能性もあるんですけど、全てに負ける可能性もあるみたいな、なんかそんなデッキはね、今回多い気がしますね。さあ、ピノさんだ。僕、ピノめっちゃ好きなんですよね。
食べる方のね、とりあえず。さあ、五分五夜、なんか流行ってますね、そんなデッキが。さあ、ちょっとおしゃれに行きましょうか。あ、これ相手陸行きが、いやー俺の黒、あ、待って、キョスキャル届いてね、いや届いてねえのかな、どうなんだ、なんか届いてる、いや届いてた、でかさあ、というわけでキョスキを裂いたら相手はムルトの受けがきつそうですね。あ、相手やってる、いやラッキーすぎん、ちょっと左側を攻めたいっすよね。だまあ右からアイビーズライトで飛ばしてダメージ確実に稼いでもいいかもっすね。まあこのデッキの強いのはこのライトニングですね。そう。で、キョスケ溶かせるなら溶かしてあげた方がいいかな。で、あのホバー残るんじゃないこれ。あ、残んねえか。気合が足らんっすね。気合のせいにする。で、キョスケ来たらキョスケ2っすね、どっちか。と思ったけど、いや来たラッキー、うーん、でこれちょっと悩みますよね。でもキョスケだけだったら多分止まんないんで、もう1枚いりますよね。もう後ろに出してあげて、うーん、なんかダメージがむずいですね、こっからのこう戦い方というか。相手スケラーだと思うんで、スケラーをできるだけ入れないようにしたいというか、こういうキョスケとかはあんま自陣に入れたくはないんですよね、本当は。これまあライトで削っていって、相手なんかスケラー全然打ってこねえな。スペルとかがなんか違うのかな、普通じゃないのかな。これ入れたくないですよね。そう、で入れなかったら、まあワンチャンファイブ送るっすけど、こう、他のね、ユニットとかで耐えれるっていう。フリーズか、フリーズ型はちょっと嫌っすね。まあ、フリーズだったら相手の他のカードも分かんないんですけど、ライトが、いや縛らんかったな今、いやーちょっとむずいですね。さあ、これ入れたくない、できるだけタゲを取らせないようにしてね。まあ、ライトで一削っていこうかな。そうそう、ちょっとね、動画 YouTube でこんなに静かなことはあんまないかもしれないんですけど、今日はちょっとね許してくださいね。これ多分トルネクランで一回待ってもいい、いや来ないならやるけど。でライト削りかな、あとはもうライト 2,3 周な気がしますけどね。これちょっと止めちゃいたいな。さあ止めて、でフリーズでしたね、僕マジフリーズがねどうにもできないんですよ、もうマジ。他ユニットに祈るだけっすね。よしよし、ユニットに委ねて、これはねライトっすね。ホバーとかクローンもしたいっすけど、トルネがあるんで、で相手がトルネを使ったらクローンかなっていう順番が逆なのが多分大事っすね。でこれ上多分勝ちたいな。まあ勝てなくてもいいけど、あんまりこう来させたくないっすね。オッケーオッケーオッケー、やぶねー。で、一応相手飛来心しようとしてるから、大きく外してあげて、よし、さあ、グッドゲームと。キョスケスケラのフリーズ型、ああ、出た。俺の紹介してるデッキだ。まあ、使ってる人めっちゃいるけど、普通にね。さあ、23ショート。いや、0敗ですね。まあ、これはね、ライトニング削りができるっていう部分ではすごい強いですね。なんで、端前ふとをしっかり徹底しないといけないっていう。タゲ取られると、タルバボとかがないので、スケラのリセットがないですね。まあ、スケラがなんかこんな感じでめっちゃいますね。けど、マジアチュザッピー型が多分ね、マジ30勝付近になってくるとめっちゃいるっす。形が。ここは多分ね、今、キョスキクローンが最強レベルか、なんですけど。まあ、一旦ね、一周した後、枯渇か、やってないの。枯渇でいきます。で、これは、ね、マジアチャがきついっすね。マジアチャ引きたくない。いや、負けなかったらでもこれ、まだまだいけるな。負けたら、今日のね、動画終わるので。さあ、まあ、マッチングするまでに、めちゃくちゃ時間かかるんですよね。こう、夜やってたんですけど、昨日かな。はい。マッチングしなさすぎて、普通に10分15分とか、まあ、なんならこう、もっとね、多分30、もう後半とかいったら、
なんならもう 2,3 時間やってもマッチングしないとか多分余裕であるんですけど、だからプラマイ2勝前後の人しか当たんないんですよ。今僕だから23勝なので、まあ、21勝から25勝とかの人としか当たんないような仕組みになってたと思うんですよ。まあ、なのでこうマッチングは時間かかりますし、まあ、逆を言うと限られた人しかいないので、1戦同じ人と当たったら2戦連続その人とか、まあ、なんなら3戦連続その人とかも、まあ、余裕でねあるのがこのねグローバル大会の、仕組みなので、こう1回負けた場合すぐ潜るともう1回同じ人が当たる可能性があるんですよ。で、まあ、そういう時はデッキを変えるのがすごい大事なので、僕は今勝ってるからまあいいですし、まあまあなんか頑張れば勝てそうなんでいいんですけど、こういやこのデッキに絶対勝てねえとかなったら間を空けるか、こうなんだろう、メタデッキをちょっと組んでやりに行くか一回自分に罰つけられたのに相手はこう普通に上に上がっていくの嫌じゃないですか。だから僕はね一回罰つけられたらその相手には絶対勝てるデッキでスナイプというか、まあ、やり返しにはね基本的には行くんですけど、今回珍しく順調すぎてね、はい、困っちゃいますね。こんなにトリプルこんなに勝てることないというか、トリプルエリクターサタ得意説っていう、まあ、嬉しくないこともないですけどトリプルエリクター得意ってなんやねんってなっちゃいますよね。いやマッチング長いっすね。カットするかもしれないっすね。最悪なんならカットして次の試合に行きましょうかっていう感じなんですけど、じゃないとこのマッチング時間だけで 2,3 時間動画のね尺を稼げちゃうっていうありますからね。さあマッチング、あ、キタッシャンだ。まさかこれはさたグッドゲームする説ある。いや、よろしくだった。マジか。俺、引き分けにしたかったな、ちょっとだけ。さあ、ダクプリー。やばい、サイクルがやばい。さあ、まあ、でも、相手、インフェがきつそう。マジアチャ型の、枯渇かな？枯渇じゃねえ、それ俺や。いや、なんか、すごいデッキっすね。でもクローンが間違いなくありそうな顔してるんですけど、スケルかななんかわかんないですよね。ちょっとさあ、でもいやめっちゃいい防衛ですね。いや序盤のこのダメージでけえ。これちょっとデリバリーでよかったのにインフィ置いちゃった。でスケラはね吹き矢で守れるんで、あのマジアチャをしっかり徹底していきたいですね僕としては。でマジアチャかな、あ、多分ミスった。なんか変なデリした。でこれ棒っぽいでいい。よしよし、いやこれはね序盤に1本折れたのがでかすぎるな。多分、樽とかウッド系がなくて、それによって、こんだけ刺さったんすよ。っていう感じかな。さあ、なんかどっかで射抜くのを絶対狙ってると思うんですよね。さあ、棒っぽい。まあ、デリフキアでも守れるし、めんどかったら棒っぽいでいい。だから、枯渇これ結構強いんですよね、このチャレンジ。そう。まあ、一生攻めてあげると東西南北、よしよしよし。さあグッドゲームですね。あ、これクラウンくれるタイプだ、優しいな。さあというわけで、いやいいデッキぐるぐるしてたらたまたま神相性引きましたね。いやでけえ、よろしく頑張ろうぜ北島ちゃん。よし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 。さあというわけで、たまたまね、神相性引き24で、このままだと、もう一回多分、キタッシャン来ると思うんですね。これ、キタッシャンの3番かだと思うんだけどな、どうなんだろう。いや、キタッシャンだ。あれ？キタッシャンだから、キタッシャンではねえのか。キタッシャンファミリーにいるキタッシャンさんか。いや、キタッシャンさんっぽいな。うん。大変ありがとうございました。というわけで、
あのえぐいぐらい日本人としか試合してないんですけど、今4連チャン、4連チャン日本の方だな。そういや、こういうのがねいるんですよね。枯渇に、ちょ、枯渇がちょっと苦しいようなデッキ。いやー悩むなー、デッキがめっちゃ悩むなー。今一周しましたよね、とりあえず。まあ僕はあの次はこのマジアチャ型でね、はい、うん、ハイエーアルティミストみたいな、なんかかっこええ名前の人と当たった。読み方わかんねえけど、さあよろしく。いや、ザッピ多いなーマジ。後ろから出せるからいいから、こうやってとりあえず出して、あとは橋前キョスケとマジアチャするだけみたいな。これスケラでもいいかな。で、キョスケ来たらマジアチャで、トルネで、あーファイボか。いや、ファイボはやべえな、知らなかったな。なるほどね、ファイボのパターンもあるっていうのを覚えとかないと。で、ファイボポイズンでしたね。あーなるほどね、ファイボポイズンちょっと嫌っすね、僕としては非常に。いや、俺のタレが外れたかも。で、あれやりたいけど一回低めでいいかな。これどうやって攻めよう。これ橋前ザッピースケダメかな。なんかバルキリーいたな、全然刺さんねえかな。さあさあさあ、まあ、いや待って、めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる、でけえ。で、俺は防衛ポイズンしないといけないから、ここに殺したらダメなんですね。やばい、ワンパンされる。これ後ろに下げた方がいいな。で、タルババで許容かな。よしよしよし。まあ、ちょっとね、むずいですね。スケラム受けがむずいですね、僕としては。あ、これ使ってくれるのでいけー。まあ、そういうわけで、あと2分。ちょっと戦っていきたいですね。で、小屋とかはまあ適度に両サイ置いていけばいいかな。で、ここはまあ、タルババがね、僕としては非常に優秀。で、橋前マジで狙っていく。いや、できるだけ稼ぎたいですね。よしよし。まあ、どうせ5打たれるっすもんね。打たれるなら端前で稼いでから行かれてくれ、みたいな。そんなね、気持ちはありますよね。そこちょっと端前やっちゃって。まあ、防ポやりますからね、僕はでも。正直。防衛ポイズンと、まあ、ザッピーかな。これはもうリクないんで。で、相手もあの、防衛しないといけないんで。オッケーオッケー。さあ、防ポイ頑張れる。左攻めていいけどな、右なのかなこれっていう。ガンガン攻めちゃいましょうか。いや、バルキリーはいいな、バルキリーいいな、俺も欲しい。待って待って、バルキリーめっちゃよくね、これ。いや、これ多分いらないっすね、やりこぶが頑張れる。よしよし。いや、めっちゃいい判断。しかもなんならこれ、いや痛えなそれ。スケル打って、お、待って、キョスケ入った、キョスケ入った、奇跡奇跡奇跡すぎん。いや、これは、いや来た、ラッキー。なんでなんで。いや、マジでわかんねえけど、え、待って、めっちゃ勝てる、めっちゃ勝てる。俺正直2連勝ぐらいできたらいいなぐらいの感覚。お、待って、クラウン大事、落とせやばけ。俺が最後なんかね、勝利に浸ってどうでもいいことを言ってるから、最後タルババとかマジアチとかやっとけば絶対クラウン稼げたんですよ。これクラウン世界一大事なんですよね。上位で並んだ時に33勝するじゃないですか。もうクラウン数で、こう、クラウンめっちゃ詰めてたら20位だし、クラウンね、もう序盤に集めるのサボってたら40位っていう、こう全然ね、差がすごいので、よしよし。いや、謎に勝ってるな。大体の日記を見ると、まあ、ファイボポイズンですね。うん。まあ、トレンドはやっぱ、キョスケマジアチャザッピーのファイボポイズンなのかな。なんかそんなね、気がしてますね。さあどうしようかな。今度クローンライト行きましょうか。いや、順調すぎてね、うう、びっくりですよ本当に。さあというわけで、いや最後の方もね、結局何のデッキ使うかとか決めてもないし、まあその辺直感なんですけど、結局はね、なんかウォールブレーカーで上がってる人がいるんですよ。まあ、そのモルテンって人と、まあ、ティーバグっていうウォールブレーカーがめちゃくちゃ上手い人が、ウォールブレイカー、まあ、ボムタワーハンターのナイトヤリコブファイボウッドみたいな、いやマジ高回転ウォールブレイカーでトリプルエリクサー上位いってるっていう、いや化け物なんですけど、よく考えたらめっちゃ強いんですよ。なんかボムタワーとハンターって両方同時に咲くとやっぱライトニングでぶち抜かれちゃいますけど、どっちかしか出さなかったら
どっちかに今ライトだったらその後すぐどっちか出せるし、高回転でこうハンター出されるとライトニングとか持ってても間に合わないし、でウォールブレイカー相手のね対応をこう、まあ、無視する時もあるかもしれないですけど、まあ、対応したりとかしてると、さてはウォールブレイカーに勝てるデッキなくねっていう理論があるんですよ。多分こう、まあ、目がないとなんかこうヤナメスキャラとかなんかまあこう意味わかんないデッキですよね、言っちゃえばだとに弱いんですよ普通ウォールブレイカーは。まあなんですけど、こういうグローバル大会だともう限られてるんですね、スキャラとかラバとか。まあなのでそうなるとちょっと勝てない。あ、待って、日本の方だ。オトワレポッターさんよろしく。 JK しか勝たん草うん、面白いですね。さあ、エレキランバー、いや、なんかバルーンとかなのかな、わかんないけど、まあ、これ今日スケナバカで行かれてくれそうっすね。やべ、これポイズンじゃねえの、やばいっすね。ちょっとあ、でも頑張れそう。相手のスペルっすね。あ、ヤナメか。あの、バルーンがやばいっすね。相手のバルーンっていうのか。なんか。これ、逆サイランバーバルーンとか。これ、ライトニング来るかな。いや、これは耐えれる。いや、エリアを無駄にしちゃった。いや、これがやばい。ガゴムレがやばい。これやばい。ガゴムレがやばい。単純にきつい。さあ、で、バルーンもきついですね。でも頑張ればいけそうなんですけど。いや、めっちゃいいホバ、これ。ぶち抜く。でも相手は決め手がなさそうっすよね。いや、いてー。決め手がなさそうとか言ってると普通に負けそう。これなんか、キョスケ押し込めないかな、重さで。重さで押し込めるっすよね、これ。あー、トルネンマンのか。いや、これ終わった臭いっすね、ちょっと。どう頑張ろうかな。まあ、逆サイか、俺は。で、多分、ガゴムレもね、これ右ガゴムレだよな、こんな。いや、そうなんですよ。待って、なんか普通に負けるっていう。どうやって勝とうかな。まあでもこういうのに勝つテクニックがねやっぱ大事になってきますよねとか言ってるんですけどどうやって勝つこれ、マジ。ガゴンブレがね、いや、僕としてはやっぱ逆サイっすよね。こういう。まあ、トルネもあるっすけどね。いや、ムートが、いやー、おしゃれな攻め。いや、めちゃくちゃ頑張れる、あいつら。もっと頑張ってほしかったな。まあ、でもなんかこういう意味わかんないことをしないといけないんですよね。で、バルーン用にハンター残して、意味わかんないことで、やべ、爆破で行かれるな。下手くそスケバでした。これ止めて、真ん中がコムレかな。普通に来た。やべ、あ、終わった。ちょっと最後やったっすね。というわけで。こんな感じで終わんのっていう感じなんですけど、最後な、あれでしたね。陸系。ババアで攻めなきゃ、ワンチャン戦えたかもしれなかったっすね。まあ、このライトニングの枠がポイズンで流行ってるんですけど、そう、ポイズンがライトニングの方をね、僕は使ってるんですけど、まあ、ライトだと、あの遅延系ですね、アイスイーツとかに勝ちやすくて、ポイズンだと、まあ、このクローン対決とか、まあ、こういうねガゴムレとかにもスケラとかにもね、より戦いやすいよというようなデッキでございますので、ぜひね、今日4つ使ったんですけど、
いろいろな皆さんも使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントよろしくお願いします。あと1日あるんでね、はい、まあ、世界一目指して頑張りたいなと思います。ではお疲れちゃんでした。またね。